の少年はサッカーボールと共に育った。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。ブラジルサッカー界のスターロベルト本郷、そしてもう一人、天才サッカー少年ゴールキーパー若林健三。この二人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、キャプテン翼。もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎くん、スーパーグレートゴールキーパー若林健三くん。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち。そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会。予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。運命の一戦が今まさにキックオフです。負けないぞ。かわした。それ、宮田君素早く横に通す。パントキックで大きく蹴り出した。マーガス君このボールをコントロール。翼君ここは抜かせません。ここはパスを出した。よし、ここからチャンスを作れるか。それ新田、新田君シュートまで持ち込めるか。ゴールラインを越えてしまった。キーパーからのリスタートです。大きくパス、翼君ヘディングでのパス。翼君センターラインを越えて攻め込む。ここをすり抜けた。ここから一気に攻め込みたいところ。パントキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。ここはパスを出した。澤田君センターラインを越えて攻め込む。
スルーパスを狙う。ここでチャンスを潰すのか。体ごとぶつかっていった。ここから一気に攻め込みたいところ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。激しいタックル。行けたい。美咲くんパスを出します。新田くんシュートまで持ち込めるか。ここはセンタリング。ゴールラインを越えてしまった。キーパーからのリスタートです。おっと攻守交代だ。ヒューガくんシュートまで持ち込めるか。このクロスは通るか。ここは好きにさせません。ボールダッシュ成功。パスを出します。パスを回す。ここから一気に攻め込みたいところ。いけ。パントキック。どこまで運べるか。素早くつなぎます。ここから一気に攻め込みたいところ。新田くん横にかわして突破。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。あとドリブルを見送る。マックス君スライディングでカット。翼君ここで止めた。Bueno gente, disculpen que haya salido muy muy baja mi calidad de voz, pero el juego está muy bueno. Yo no lo quiero seguir jugando porque el fin de semana que ustedes vean este juego lo voy a estar jugando con mis otros amigos y quiero tener la misma cantidad de conocimientos que tienen ellos, o sea, nada. Solo le paso el tutorial para poder ver cómo era más o menos la onda y decirles si era parecido al PES o no. Yo le mando un beso bien fuerte en las nalgas, pórtense bien, no salgan en la cuarentena y nos vemos en algún próximo video. Nos vemos, gente.